兄弟たちよ、今日は、土曜日です。シャバット。シャバットの日にはユダヤ人たちは何もしない。なぜかというと、すべては神から来る。そして、見せつりで、ね、その神の計らいによって、ユダヤ人たちが生きる。これを思い起こすために、そのシャバットには彼らが何もしない、休む、自分の技に休む、ただ神の技に入る。だから喜んで祝う、花嫁としてそのシャバットを迎える。契約の結びです。契約の指輪みたい、シャバット。この契約の中に生きる人は幸せです。偽善がいりません。自分が平和を見つけた。私たちは教会の中で永遠のシャワーであるクリストに出会う。クリストが私たちの休み、クリストが私たちの約束されたちです。クリストが死を滅ぼした。だから全ての罪の結果であるその死を滅ぼした、私たちを解放しました、私たちを満たしたクリストが私たちの運命、私たちの喜び。ですから私たちが誓いを立てることはありえないです。キリスト者には神の名によって誓うことはありえないです。どうして？もう永遠の破られない誓いのうちに生きるから。私たちが神の誓いである。説明します。簡単に説明します。恵みの中に生きるものである私たちが、すべてが、ね、恵みであるということを経験している私たちは、永遠の命をもたらしている私たちは、永遠の命で満たされている私たちは、はいしか言えません。あるいは時にはいいえしか言えません。つまり私たちは真実なものです。私たちは相手を惑わそうとしない。相手をそのまま受け入れる。相手の前にそのまま現れます。自分を守る必要がない。だから誓うことはいらない。誓いはほとんど異邦人がしなければならない、自分の言葉を固めるために。けど私たちはもう確信があります。クリストで、クリストが私たちのうちに生きているので、私たち自身が真実なものですから確信です。私たちの言葉、私たちの行いは誓いです。真実な誓いです。毎日毎日その愛が果たされますから、私たちは口先のものではありません。私たちは話す通り行う。クリストが私たちのうちに宿るから。良い日を。